おはようございます。今日はかなりのんびりとしてきました。今日歩いてるのここは船橋の本町通りです。大神宮から船橋の駅の方に向かってる感じです。クイドンは何回か来ました。美味しいですよ。とがし部屋がありまして、部屋の中にでっかいとがしがいます。あと近江さんとかもあったかな。近江さんはでも他映っちゃったしね。はい、昨日例えばついに新しい GoPro が発表されました。値段はやっぱそれなりですね。で、同じくして DJI がほぼ同じようなんで、どっちだろうな、そっちの方が上行ってくかな。ちょっとまだオズモに関しては使ったことないんでわかんないんですが、完全に GoPro を意識してその上を着てるような感じのが、 GoPro より2万円ぐらい安く出てるんだよね。うん、だから今迷ってます。 GoPro 買おうか、このオズモアクション3を買おうか、どっちも買わないにしようか。今のところどっちも買わないにしようになってます。それはなぜかというと、360度カメラがそろそろ来るからです。久しぶりにこちらもお参りしていきたいと思います。かずこさんが物食べられるようにしてほしいですね。お願いしていきましょう。うわ、石国さん、おかげさまで130年という石屋さんですね。昔はその両方だったんだけど、今片方は売っちゃったんだか貸してるんだかになってますね。そしてここがうっちのお店。コラソン、まだ来てないのかな今日は。船のミックスナンバーワンで出てきたライレンがあります。あのソースラーメンで一躍有名になりました。まだなんか土日とかがね、行列できてたりしてたから、この間びっくりしちゃった。ここが大連、色塗り替えてだいぶイメージ変わっちゃった。こちら本町通りの山市ですが、9月30日からお休みになるようです。11月の中頃までとなっておりますが、どうなんでしょうかね。改装かなんかになるのかな。もう古いもんね、確かにね。今日の朝は水が多いですね。今ふなっしーランドでなし神様が見えたんでね、写真撮ってたら大和の宅急便屋さんが来て、ふなっしーランドさんですかって言われたんですけれども、荷物受け取っちゃった方が良かったのかな。そういうわけにはいかないよね、犯罪だよね。今日は松本清リニューアルオープンなので来てるんですが、人影がほぼないです。今10時5分、どうなんでしょうか。時間差で11時オープンとかなのかな。とりあえず行ってみたいと思います。はい、まずはじいちゃん先に行っていきたいと思います。マスクして、化粧品 20% 20倍か。はい、やってます。オープンしてました。
やってたよ。ポイント20倍だって。そうなの？うん。松木湯だと思うよ。じゃあ行ってらっしゃい。ここにいる？うん、ここいるか奥行ってスタバ行ってるか、うんうん、スタバでも中入れないからね。和子さんが今松木用でお買い物してます。ネジが結構並んでたそうでございます。今ね、あの松木用を割ってロピアで何かお買い物をしてるようです。チーズケーキっったかな。チーズケーキならね、和子さん食べられるんで買うんだとか確かさっき言ってましたね。僕とミミちゃんはピカチュウの横にいます。おとなしく座ってるね。お家だとね、足あぐらかいてんだけど、よそに来るとちゃんと足曲げてます。274チャンネルから来ました。我々は無理をしない。アーズカード7 10周年記念 DVD、 そしてうなこの部屋のこれは何のワッペン、アイロンワッペンステッカー療養タイプ、うなこの部屋以上いただきました。今年もまた1年楽しく見させていただきます。もうすごいいい色に映ってる。和子さん買ってきたやつです。みかんではないらしいです。手で簡単に皮が剥けちゃうオレンジの友達だそうで、マンダリン、産地オーストラリア、はい、食べてみたんですけれども味はほぼオレンジです。うん、知りませんでした。こんなの初めて食べました。こんにちは。いつもと違うの分かりますでしょうか。今 Windows が立ち上がってます。今まではこのディスプレイとあっちの奥のディスプレイ2枚で Windows でやってたんですけれども、この34インチのワイドとこの27インチ2枚で Windows が動くようになりました。はい、これでゲームなどは Windows で、はい、他の作業はほぼ Mac でということができるようになりました。あとは Windows さっぱりして、ゲームの録画と配信とか PS4 の取り入れとかその辺だけに集中したいと思います。いやー、汗かきました。はい、コメントありがとうございます。処置をいろいろしてるんですけれども、今 Windows を初期状態に戻してますという形で Windows 入れ直しておりまして、あ、動いた。さっき 68% がね10分以上動いてなかったんですよ。あ、99になった。よかったよかった。はい、作業が進められそうです。今こっち MacBook 持ってきてやっております。